はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。まもなく2時ですね。2月は3日のまったりとした午後でございまして、いい感じです。日が照ってましてこの部屋もですね、暖房を入れずに21度いきましたね。まあ朝方って午前中入れてましたけどね。で千代田区は11度、もうそんなに暖かくはないんですけど、まあここね、日当たりがいいんでね、いい感じになってます。さて行きましょうか。 JB プレスでございまして、2月2日、福島香織先生ですね。僕 JB プレスをですねチェックするのはですね、半ばこの福島先生のですね原稿は出てないかなと思ってチェックしに行くんですよね。今回のタイトルは、中国株が大暴落、習近平も誰も経済を救えず、共産党の特権階級も逃げ出す準備ということで、政府が株主の企業群、ナショナルチームも力尽き、中国経済は焦土と化すかというタイトルでございます。ちょっと行きましょうね。3本まとめてます。まず1、これ行きましょう。1番目、1月30日中国の株式市場が大暴落したって。大暴落って言うことしてないですよ。 2% ぐらいかなまあちょっとした下落じゃないですけどね。これを受けて中国国内ではナショナルチームが力尽きたという見方が広がっている。ナショナルチームであります、国家を挙げたチームということですね。2番目、ナショナルチームとは政府が株式を保有し管理下に置く金融機関や大企業のことで、これまで株式市場を下支えしてきたと。3番目、だがもはや買い支える力を失っている、中国経済の立て直しは困難との見方が出ており、習近平国家主席の舵取り次第では中国経済は一旦焦土と化すかもしれないと。まあこれは JB プレスがまとめた3本の柱ということですね。じゃあ以下本文いきましょう。おそらく中国はもう株式市場を立て直す手段を持っていない。わあ、言いますね、福島先生。いや、あのね、可愛らしい感じの女性なんですよ、写真を見ると。いや、こんなこと言うと失礼かもしれませんけど、こんな可愛らしいお顔なさっていてきついこと言うやんという感じの人で、お会いしたことないですね。いや、お会いしてみたいですね、こういう方は。はい。1月30日、中国の株式市場が再度大暴落した。今年に入って雪だるま式暴落が続く。最大の理由はナショナルチームと呼ばれる中国機関投資家らの力が尽き果てたことだという指摘が出始めている。習近平は不動産バブルを抑えるために、その資金を株式市場に誘導する政策を2015年以来取ってきた。そうなんですか。それは2015年夏の上海株災難と呼ばれる大暴落を引き起こし、以降その信頼を失った。その後、党の指導管理を強化することで、なんとか株式市場の信頼を取り戻そうと立て直しに取り組んできた。その実動部隊がナショナルチームと呼ばれる国家が株を保有する金融企業、中央企業などだ。中央企業って何なんでしょうね、よくわからんけど。株が大暴落したとき、どこからともなく資金を集め食い止めてくれる、デフォルト寸前の企業に資金注入してくれる、そういう力強い存在である。それがナショナルチームなんですね。まあ要は助けてくれるわけですね、どっかから。だが彼らの力も限界だ。習近平政権の経済政策に対する不信感から2023年には外国投資家の中国株式市場離れが本格化、そして三中全会という党の今後4年の政策方針を決めるための必要な全体会議も開かれず、経済政策が迷子状態の中ではもはや誰も中国経済を救えない状況になりつつあるようだと。三中全会っていう、なんか、これ、略した言い方なんで、こう、第三、なんたらかんたら、全なんたら、全国なんたらかんたら大会とか、なんかそういうやつですけども、
それがね、本来去年の11月に開かれていなければいけないのにですね、未だに開かれていなくて、その予定も示されていないわけでして、これ異例のことらしいんですよ。ほんでそんなんどうでもええやんと僕ら思うでしょ。ところがね、社会主義のですね、共産党一党独裁体制の社会というのは、こういうですね、行事をですね、きちんとこうやることがすごく意味があるんですね。それは自分たちが正当に国家を運営しているんだということをですね、国民に知らしめるという意味合いがあるわけでしてですね、密室で勝手にやってるんちゃうでと、ちゃんと手続きを踏んでんねんでということをですね、こうアピールするためのイベントなわけでして、結構重要なんですよ。僕ら日本人ってね、国会審議なんか見ませんやん。で、あれ NHK でやってますけど、あんな見てる人いるんですかね。僕も見ませんよ。で、僕は車に乗るとですね、ラジオは NHK なんですね。で、NHK をですね、こうつけると開催中は国会中継やるんですね、昼間。あれ嫌ですね。だから別に聞きとないやん、そんなの。何の意味もないやん、僕らが聞いてもね。国会自体に意味があると思いますよ。でも僕はそれを聞くことによって、僕の中で何か意味があるかって言ったら何の意味もない。後でニュースを見ればいいだけの話だって。でも、社会主義国家においてはですね、共産党という政党が一党独裁をしているというやましさがあるんですよ。これね、世界中の国がね、共産党が支配してるんであればですね、そういうやましさはないんですけど、地球上にはですね、アメリカやイギリスや日本みたいに、選挙でトップを選んで民主主義をやってる国がいくつもあってですね、大体成功してるんですよ。でところがですね、中国は中国共産党が支配をしていてですね、異論を許さないわけですね。そしたらですね、自分たちの体制の方が、ね、優れているということをですね、常に示しておかなあかんわけですね。めんどくさい話ですね。だからですね、行事はきっちりやると。で、そこできちんと議論をして、こういう結果になったんやということを示さなあかんわけであって、そうするとそういう大会っていうのは大事なわけですね。それが未だに開かれていないということです。まあ、それはいいんですけど、でですね、結局ですね、この、1月30日にですね、こう株が大暴落してるんですって。上海指数の終わりには2830で、昨年秋の段階では3000が防衛ポイントと言われていた。今やそれは遠い目標となったということですね。ちなみにこのですね、2月2日はいくらだったのか見てみますとですね、上海総合2800ぐらいが今防衛ラインなんですけども、2730、あかんやん。2730になってます。さらに落ちていますね。上海総合がね、あかんやん。どんどん今でね、株式落ちてるんですよ。僕は香港、ハンセンだけ見てますけどね、たまにまだ上海に覗きますけど、上海指数の1月の月間下落幅は 6.27%。この下落幅は昨年1年間で 3.7 やったんですね。それを1ヶ月だけで今 6.27 が下がってるんですね。これは大暴落やんと。で、まあ要はですね、今までね、株が下がると、こう、共産党がですね、ナショナルチームというものを動員してですね、買いを入れてたわけですよ。で、なんとか持ってたんですけども、この福島さんの記事はですね、そのナショナルチームに力がつきた。要はもうこれ以上株を買い支えることができなくなったんで、しかも外国はみんな逃げていると。ということはですね、この先どうなんのと。で、それを一旦まあショートと化すというふうに福島さんは書いておられます。つまり焼け野原に一回はなってしまうんちゃうかということですね。いや、私もそう思いますよ。外部頑張ってきたと思うんですよ、今までね。でもですね、結局いつも言うことですけど、お金の問題なんですよ。ナショナルチームもですね、どうやら資金がですね、底をつきそうな感じなわけですね。だからこれ以上買い支えることはできないわけです。かといって市場閉鎖とかっていうとですね、さらにあいつらどうせ あかんからあんなことやってんやろうなりますし、もう世界の資本主義のルール、株式市場のルールからは逸脱するわけであって、ますます中国が見放されますよね。
だから結局はサカルに任せるしかないわけであって、今2730ですけども、これがですねどんどん下がって2000終わるみたいなことになっても不思議はないですよ。日本はバブルの時に38,800位ぐらいだったわけですよ。それが最悪の時には7000終わったわけですよ。5分の1かでしょいや、そんなもんなんですよ。それが衝動です。日本は衝動を経験してるんですよ。それだけの強みがありますけども、上海はこれからどうでしょうね。上海というか、まあ、中国はこのですね、福島先生の見方は大変厳しいですけども、多分それが多分正解だと思います。一応このですねアドレスを貼っておきますね。大変興味深い原稿です。皆さんぜひ読んでください。貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。